ドメニコ・ベネツィアーノは、ルネッサンス初期のイタリアの画家であり、主にペルージャとトスカーナで活動した。サンタルチアでマニオリ祭壇が、1445-47年頃、板に、テンペラ、198-207センチメートル、ウフィツ美術館、フィレンツェ・ベネツィアで生まれたと考えられているが、誕生についてはほとんど知られていない。そのため名字は、ベネツィアーノとなっている。その後、 1422から1423年に少年の時にフィレンツェに移り、ジェンティール・ダ・ファブリアーノの弟子になった。1423年から1430年頃にローマでピサネロと一緒に仕事をしたと言われている。ドメニコの作品はベノッツォモッツォリの様式に影響を受けた。ドメニコはペルージャにも長く住んでいたが、1438年にペルージャから ピエロディ、コジモデ・メディチに宛てた手紙の中で、メディチ家のカウントの長いつながりに言及し、課長のために祭壇画を描くことを許可するように頼んでいる。画家は、フラアンジェリコとフィリッポ・リッピと同時代の人であった。なぜなら、これら二人の芸術家と彼自身が、ペルージャのブオンフィッピのフレスコ画を高く評価していたことが知られているからである。もう一つの傑作は、もともとは、 フィレンツェのサンタルチアでマニオリにあり、現在は、ウフィツィ美術館にあるサンタルチアでマニオリ祭壇画であると考えられている。板に、テンペラで描かれた、この祭壇画は、この時期に非常に珍しい色彩を示しているため、バザーリは、油彩で描かれたと書いている。ドメニコはまた、おそらく裕福なメディチ家の宮殿のために移植された、現在ベルリン美術館にある、 東方三博士の礼拝の丸い遺体で知られている。ドメニコはアンドレア・マンテーニャに影響を与えた。その他の重要な作品は、ルーマニア国立美術館のロゼートの聖母とフィレンツェのビルダー・アイタッティにあるベレンソンの聖母で、どちらも1432年から1437年頃のものである。バザーリはドメニコがアンドレア・デル・カスターニョによって殺害されたと主張した。 しかし、カスターニョは、ドメニコが死ぬ4年前の1457年に、死亡している。ドメニコは、1439年から1445年まで、フィレンツェのサンタマリアヌオーバ病院の、ポルティナーリレーハイ堂の装飾に携わり、助手として、ピエロデラ・フランチェスカとビッチディ・ロレンツを迎えた。その当時の病院の本が、ドメニコの費用として、アマニユに、 多くの言及をしているので、病院で雇用されている間、ドメニコが自分の媒体としてアマニュを使用したことは確かである。彼は晩年をフィレンツェで過ごし、1461年5月15日に亡くなった。元のプレデッラの再構築左から右へ、エは本場面に出てくる成人の場面を描く遺体と、中央の倍の大きさの受体告知を含んでいた。 セイフランチェスコの聖魂と、砂漠の洗礼者聖ヨハネは現在、ワシントンナショナルギャラリー、受胎告知と、聖ゼノビウスの奇跡は、ケンブリッジのフィッツ・ウィリアム美術館、セールチアの巡教は、ベルリン美術館にある。ベネチアーエス・トリート、ルーシー・オルターピース、スマートヒストリアットカーン・アカデミー、2013年10月8日、閲覧、ありがとうございます。